東急7000系電車は134両が東急車両製造で製造され、1962年から2000年まで東京急行電鉄で運用された通勤系電車である。本校の主題である初代東急7000系電車を文中、本系列と表記し、編成単位で表記する場合は、東横線上で渋谷寄りの先頭車番号で代表し、7001回。 などのように表記する。6 0 0 0系は1960年製造開始の東急6 0 0 0系電車を指す。本系列の使用に大きな影響を与えた日比谷線直通車両の規格や運転取り扱いは乗り入れ協定と表記する。東急と表記する場合は1962年当時の社名である鉄道会社の東京急行電鉄を指し、 車両製造メーカーの東急車両製造は東急車両と表記する。東急の各線は過去に路線名、運転系統を何回か変更し、路線名及び区間が時代により異なるが、記事中では記載された事象が起こった時点の路線名で記載している。なお、本項目では基本的に7000系のみ解説するため、統計式より改造された7700系や、 譲渡車については、当該基準を参照。東急車両が、アメリカのバッド車と、技術提携により製作した、日本初のオールステンレス車両であり、1962年1月25日から1966年9月10日に、かけて、134両が同車で製造された。総数134両は、東急の一系列として、当時最大量数であった。 東横線と低都高速度交通営団日比谷線の直通運転を前提として設計されたため、車体の規格は乗り入れ協定に準拠したものとなっているが、乗り入れに必要な機器が搭載された車両は一部に留まった。最初に製造された車両には制御装置をはじめとする、伝送品には6 0 0 0系で採用されたのと同等のものも多く採用されたが、 車体や台車には、バッド車の特許技術が多く盛り込まれた。東急車両は本系列について、東急車両30年の歩みに以下のように記している。当社にとって、オールステンレスカーと国鉄電車政策は経営市場においても、画期的な事柄であった、東急車両30年の歩み、56から57ページより引用。また、 本系列の製造を通じて、同業他社と肩を並べるまでの技術発展ができたと、表している。また、1960年代のエポックメーカーなどと、表されることもある。当初は、東横線に配置され、1964年から、日比谷線乗り入れを、開始、ついで1966年から、田園都市線でも運用されるようになるなど、池上線。 新玉川線を除く東急の鉄道線各線で広く運用された。1987年から7700系の改造が行われるとともに、田園都市線、東横線、大井町線用車両の大型化の進行で1988年から廃車が始まった。1000系の登場によって1991年には日比谷線直通運用から撤退するなど徐々に、 運用範囲を狭め、最後は2両が、ワンマン改造、専用塗装化などの改造を施されて、子供の国専用として運用されたが、同線の通勤線化に伴って1999年に、一般営業運転を終了した。2000年3月20日にさよなら運転として、詐欺沼駅中央臨間駅間後に往復した後、2000年6月に、この2両が、 東急車両に譲渡され、本系列は、東急線から姿を消した。オールステンレス車両は解体しない、東京急行電鉄の方針の下134両、すべてが改造、譲渡などを経て、再利用され、1987年から1991年に、かけて56両が、VVVF インバータ制御か、冷房か、 台車交換などを行って7700系へと、改版されたほか、76両が1988年から1991年に、かけて5つの鉄道事業者に譲渡された。初号車製造から50年を経過した2012年4月1日時点で84両が、5鉄道事業者で、旅客営業に供されている。本系列は、アメリカの技術を導入した。 日本初のオールステンレス車両であり、導入に至るまでの経緯が本系列の構造や部品、その後の車両に大きな影響を与えている。バッド社が製造したパイオニアズファー本系列の製造にあたった、東急車両製造は、国有財産の設備や土地などを借り受け、1948年8月23日に、株式会社東急横浜製作所として設立された。 戦後発足の車両製造メーカーであり、戦後の混乱を乗り越えた後も先行する、同業他社に追いつく努力が必要だった。1952年7月11日に、同社社長に就任した、吉継都市児は、鉄道部門の業績向上のために、同業他社を上回る、技術力でシェアを獲得することと、海外メーカーの技術の取り入れ、自社の技術や、車両の輸出を、 セットで行うことを経営方針の一つとして掲げ、その一環として吉次を団長とした業界関係者が北米、南米の市場開拓や視察を目的として1956年に海外へ渡り、南米では日本製車両の長所を伝えて回った。訪問先の鉄道事業者ではアメリカ製の車両が導入されており、ブラジルでは アメリカのバッド車が製造したオールステンレス車両に乗車する機会があった。吉次は後に東急車両創立20周年記念の座談会で以下のように述べている。南米はどこへ行っても俺たちは米国からこんな立派な車両を買っているんだ。お前たちも乗せてやろうと言われ、ブラジルではバッド車製のオールステンレス車に乗った。乗ってみたら素晴らしい。 PR に行きながら他国の車両に関心してほめほめ乗って歩いた。鉄道ピクトリアル通関696号67ページより引用。バッド車は1934年には世界初のステンレス製ディーゼル列車であるパイオニアゼファーを世に送り出し、1959年までに累計3000両を超えるステンレス車両を製造していたほか、 視察時点で7社の海外メーカーと技術提携していた。視察の帰り際、先方との交渉の末に、吉次補か一部の人間がバッド車の工場を見学し、ステンレス製車両が構成車両に比べ軽量化と構造の強靭さの面で優れていることから、吉次はステンレス車両の将来性を確信したという。吉次は帰国後の視察報告や、 質疑応答の際、オールステン列車やバッド車のことには触れておらず、これには、さきの視察団には、同業他社の関係者が多く参加していたことから、自社の同行を他社に察知されないようにするための判断だったのではないかという見方や、バッド車の工場を見学したのは視察団の一部だったと推定され、視察団の公式訪問の扱いではなかったから、との見方がある。 東急車両では1955年頃から独自にステンレス製車両の技術開発を始めていたが、吉次は、先の視察から帰国した直後には、オールステンレス車両の製造を決意しており、車内でも優秀な技術者を集めて、技術開発や設計業務に着手、独自設計の東急5 2 0 0系を1958年に、東急 6000K を1960年に、 製造していたが、これらはいずれもセミステンレス構造の車体であった。この構造では、車体の腐食を完全に防止することはできず、実際にも6 0 0 0系では、登場から20年を経ないうちに腐食した裾部分の構え体を取り替えている。セミステンレス構造は塗装費の節減にはつながっても、車体そのものの耐久性並びに軽量化という観点では、 満足できるものではなかった。5200K が営業運転を開始した1958年当時、東急車両の技術陣はすでにステンレス工の特徴を最大限に活かすにはオールステンレス車両しかないとの結論に達しており、バッド車の技術は必要格隠べからざるものだとの認識も持たれていた。この流れの中で、同年8月、東急車両の幹部が バッド社を訪問、折衝の末技術提携の合意を得た。日本の外貨事情が良くない時代の技術提携は、円貨の流出を伴うため、日本政府の認可が必要となり、認可の後1959年12月15日に、契約締結に至った。翌年には、親会社である東急と本系列の試作者となる、試作品納入の同様取り付け、 販売先を確保することができた。1960年2月、東急車両車内に臨時の技術開発部が設けられ、技術者がバッド車に赴いて技術研修が行われた。帰国後もバッド車との緊密な連携のもとに技術の習得が進められ、いくつもの画期的な新技術が導入された。本系列では従来のステンレス鋼よりも強度を高めた。 高校張力ステンレス鋼を含む厚さ 0.4mm から 5.0mm の鋼材を採用し、日本国内での調達が困難だった一部の部材や加工装置はアメリカから輸入された。屋根板には厚さ 0.4mm の部材が用いられるなど、従来より薄い部材が用いられた箇所もある。これらの部材の溶接に際し、もともと熱に敏感なステンレスには、 従来からスポット溶接が採用されていたが、バッド社がスポット溶接の際の電流、時間などの条件管理を通じて開発したショット溶接と呼ばれる工法が本系列では新たに採用された。図面に指定された部品形状、精度などを厳格に守る必要から自動電流調節装置や自動溶接条件記録装置が用意され、工程では 多くのジグが使用された。床下配線や床下機器の取り付けでは大枠が完成した時点で、裏返して偽装する、反転偽装と呼ばれる方式が採用された。これもバット社が採用していた工法であり、上下を反転させずに終始上を向いて、作業をする従来の工法に比べて、作業者の負担を減らすことができる上、本系列では事前に制作された10分の1。 スケールの模型を確認しながら試行する方法で作業効率が向上し、この工法は以降のステンレス車両の製造にも取り入れられた。しかし、従来の工法では構え体が完成した時点までに電気品が用意されていればよかったが、反転偽装の場合は大枠が完成するまでにすべての電気品を用意する必要があり、工程が長い電気部品が必要な場合は、 車両の製作期間全体が長くなってしまう欠点があった。ライセンス契約を示す名版生産ラインの構成では、普通校車両の生産ラインから生じた鉄粉がステインレス鋼の表面に刺さって腐食することを懸念したバッド車がオールステンレス車両の生産ラインを構成車両のものと分離することを求めたため、 オールステンレス車両専用の工場を新設して対応、新工場が1961年9月に完成した。各工程で使用される機械のうち、溶接機械や加工機械など特殊性の高いものはアメリカから輸入され、東急車両がオールステンレス車両の製造にあたって設備投資した2億3518万円のうち、 輸入分は、およそ4分の1にあたる6254万円分を、占めた。機械や装置類の中には、電源電圧の違いに対応する改造が行われた、ものがあるほか、バッド車から派遣された担当者は一人で扱えても、等級車両側の担当者は二人がかりでないと、扱えない、機械類があったため、これらについては、操作法の変更が行われた。 製図法、部品表作成、材料手配など一連の設計業務などはすべて、バッド社の方式に沿うことになり、過去の類似設計に頼って、これまで強度計算を行っていなかった細かい部位の強度計算も行われた。作業の各段階では、数ステップの品質試験が義務付けられており、それらをクリアしなければ、部材を次の工程に送ることはできない決まりに、 なっていた。バッド社との契約には、英文のバッド社のライセンス下で製造されたことを示す名板を、等級車両の名板と併設することが含まれており、バッド社側は当初、車両の内側と外側の両方に名板を設置することを求めていたが、等級車両側が外側設置に難色を示したため、車内のよく見える位置のみに設置することで決着した。 東急では、東急車両から提案を受けた、オールステンレス車両を、当時計画されていた、地下鉄日比谷線への乗り入れ用車両として導入する、こととした。東武鉄道、東京急行電鉄との3事業者で作成された、2号線車両規格、と称する乗り入れ協定によって、車両の規格が詳細に決められていたため、本系列の使用もそれに大きく影響されている。 車体寸法は 18000mm2800mm4000mm で、床面高さは6 0 0 0よりも 25mm、低い 1125mm であった。客用扉は6 0 0 0に続いて、両開きが採用され、1両あたり3箇所6メートル間隔で設けられた。 モデルとなったセプタの地下鉄 M-3K 大井町線で運用されていた頃の7001ほか、正面のナンバープレートが小さい車両デザインは、バッド車からの推奨により、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアの公共交通ネットワークであるセプタの車両をモデルとし、1959年から61年に、 かけて270両が製造された M-3K が直接のモデルと言われているが、設計人は国内の諸条件に合わせるのに苦労したという。M-3 型と同様に直線を基調としたスタイルとなり、屋根板が R3450mm の単純曲線となったことと合わせ、6000K よりも丸みが少なくシンプルな形状となった。 大枠の端部、構造が複雑な枕張り及び、正面貫通路両脇に設けられた衝突柱は、ステンレス製ではない。車体裾は5200系と6000系では、凹凸のない直線だったのに対し、本系列では、台車の直上の部分に補強があり、その部分の裾部の構え体が下に出っ張っている。6000系と同様、先頭部には、コルゲーションがないが、 窓の上下にコルゲーションがあった6 0 0 0系に対し5 2 0 0系と同様側面の下半分にのみコルゲーションが入った。いずれの形式に比べてもコルゲーションの密度は高い。車体設計に際してはコルゲーションの有無や仕上げをデザインとして上手に取り込むような工夫がなされた。先頭部は3面を折りつまで貫通扉の上に 東急の車両では初めて全面方向膜が左右の倉庫に設置されたケースには全小灯と微灯が収まっている。このケースはデハ7040以前はステンレス製、デハ7041以降は FRP 製である。バッド車との技術提携初期に設計された本系列ではバッド車からの直接的な技術指導を受けたことから、 当時のアメリカの鉄道車両構造規格の影響を受けた部分が少なからずあり、その一例として車両が衝突した場合に、運転台周りが局部的に破損しないよう衝突柱が設けられた。貫通扉は、この衝突柱の奥に設けられたので、従来の車両よりやや奥に設置されている。貫通ホローを使用しない場合は、このへこんだ部分に折り込めるようになっていた。 車両番号は、先頭車の向かって、右上と、各車両側面車単より一箇所に、ゴ色の文字で表示された。初期に製造された車両の先頭部の車両番号は 5200K や 6000K と、同様サイズが小さかったが、デハ7007以降は、大きめのものに変更された。当初は、各駅停車のみの運用を想定していたためにデハ7018、 までは正面に通過標識灯を設置せずに登場したが、1964年に標識灯が設置され、以降はこれらの車両も急行列車に運用されるようになった。TS-701 系台車ブレーキこま回り、ブレーキホースは外してある台車もバッド車の自社設計により1956年に発表され、アメリカでも広く使用されていたパイオニア3系台車が、 採用された。本系列の台車は TS-701 系、または P3-701 型と呼ばれる。以下、同形態の台車をパイオニア台車と総称する。なお、オリジナルでは、車輪によりも内側にあった、台車枠が外側にあるなど、複数の設計変更がなされている。台車そのものは枕羽を空気羽とした一時重度系台車で、 軸バネや軸張り、下揺れ枕などの部品が省略されており、構造の単純化によって、台車重量は 6000kA 編成の6.7トンに、比べて2トン以上軽量化された4.2トンに、軽減された。車体荷重は空気バネ枕張,張り側受け側張りと、伝わる。側張りは小番型の断面で内部が空洞となっており、軸箱は、側張りに、 ゴム板を介して固定されている。枕両と台車枠が接する側受けが唯一の修道部であり、この部分に摩擦軽減を目的としてテフロン材を貼り付けることで定期給油が不要となった。これ以外にも軸受けにゴムブッシュをはじめとした対摩耗性のある材料を採用し、保守の合理化が図られた。応量は左右で分割されている特徴的な形態で、 左右が自由に動けることから軸バネがない構造にもかかわらず走行中に車軸が変異しても台車枠に無理な力をかけずにレールに追従できる。6000系では一台車、一モーター二軸駆動方式を採用し粘着性能は非常に良好だったものの本系列では応料が分割された構造から同様の方式が採用できず一台車、 にモーター二軸駆動となった。ディスクブレーキは安定した制動力が得られるものの 1067mm 期間の電動台車にはスペースの制約から当時は採用が困難とされていたが台車の外側にブレーキディスクを配置する構造とすることでこれを採用、精輪子交換を容易にするとと,ともに回生ブレーキを 最大限に利用する方式の採用と合わせてセーリンゴの摩耗が少なく従来車のセーリンゴの交換に追われていた原業部門からは好評を得た。また当時中鉄セーリンゴを使用していた在来車に比べ大きく保守性が向上した。運用開始時に東急の車両部長を務めていた白石康幸は本系列完成前にアメリカで パイオニア台車装着車両に乗車した際の感想を以下のように記している。幾分ローリングを感じたが、ビビリ振動を含む細い振動は全く感じないと言える成績であった電気車の科学通貨1 6 7号20ページより引用。それを踏まえ、この台車も基本構造が同じであることから高いパフォーマンスを示すであろうと期待を述べていた。 一方、一自由度計台車であるため、軸箱を固定する部分のゴム板はあるものの台車の、バネは、枕バネの空気バネのみであり、枕バネ、軸バネを装備した二自由度計の台車と比べ、乗り心地が劣る上、台車枠に仮装された、手電動機や、駆動装置などが二自由度計台車では、バネ上重量となる一方、一自由度計台車では、バネ下重量となるため、機上に与える。 振動の面でも劣っていた。特に、日比谷線乗り入れが始まって、以降は、フランジの摩耗や、大車枠に、傷が入るなどの事象が発生するようになった。また、その構造上保守管理についても、ブレーキ系統は、格段に容易になった一方、大車枠が、左右別々であることから、組み立て時には専用の作業台が必要になり、位置合わせや、 車体の背に当たっては一定の熟練が必要とされるなど必ずしも日々の保守管理が容易になったわけではなかった。1966年に台車性能の調査のために滑走防止装置と車輪踏みずら清掃装置をデハ7047とデハ7154に取り付けボルスターンカーの取り付け位置を本来より下げてテストが行われている。デハ7 4 2では 通常より視点の低いボルスターアンカーが試作、取り付けられた。結果的に本系列以降の東急の車両では、パイオニア台車は7200系と8000系の付随台車として採用されたのみに終わり、8000系のものは1990年から1991年に交換されている。東急車両が本系列に続いて1962年から製造した。 オールステンレス車両である k o 3 0 0 0系と南海6 0 0 0系にもパイオニア台車が装備されたが、いずれも製造途中から異なる形式の台車に変更されている。特に k o 3 0 0 0系は、パイオニア台車の振動特性が電動車には不向きであると判断されたため、電動車のパイオニア台車を別形式の台車に交換し、捻出したパイオニア台車を同時期に申請された。 車両の先頭車に装備している。本系列の設計に携わったモリアの男は後年、パイオニア大社の評価が芳しくなかった要因として、アメリカと日本の鉄道のゲージや、許容最大軸重など線路条件の違いを挙げている。パイオニア大社の実績と評価については、鉄道車両の第車しパイオニア3も参照のこと。本系列には、 日立製作所製の伝送品を装備した車両と東洋電気製造製の伝送品を装備した車両があり、主電動機定格電圧が異なるなど大きく異なるシステム構成が採用されたため連結して運転することは可能であるもののユニットを組むことはできないなどの制約があった。1962年製は東洋車のみだったが、1963年以降、 日立車と東洋車は並行して製造され、電送品メーカーの区別なしに、車両番号は製造順に付番された。両車生徒も時速 4.0km、S と高い軌道加速度、減速度を有しているが、低格速度が低いために最大加速度を発揮する速度域は狭い。駆動装置は中空軸平行カルダンで、 歯車比は全車両が85、13と比較的低速向けだが、弱めかい自制御により中速域までの性能を確保しており、日立車は急行運用にも使用されるために高速性能も確保している。設計最高速度は時速 110km だが、当時の東横線急行の最高速度は時速 90km だった。 日比谷線直通に使用された東洋車の弱回、自災集団における1時間低角速度は時速 50km で、A 段3 0 0 0系は時速 64km、東部2 0 0 0系は時速 73km と、日比谷線で運用される他社車,車両よりも低かった。出力も 60kW と、A 段3 0 0 0系。 東部 2000K の 75kW に比べやや低く、競技の過程で A 段側から、出力増強の要請もあったが、最終的には、加速時間を他社より伸ばして、ダイヤに乗れるよう取り扱うことで決着した。主電動機、駆動装置主電動機は、両車制とも副官式で、東洋車では、東洋電気製造の TDK-826A が採用され、 8台のモーターを永久直列接続する方式だったことから、定格電圧が 187.5V となっており、日立車に比べて、整流の面で優位性があった。日立車では、日立製作所製 HS-533、JRB 及び HS-830、アルブが採用され、こちらは4台ずつ直並列切り替えする方式で、 定格電圧は3 7 5ト、出力は7 0ットであった。制御装置主回路制御方式は、抵抗式で、1制御機あたり8つの主電動機を、日立車は直並列制御、東洋車は永久直列制御をする。初期の東洋車では6 0 0 0系と同一の悪フ H860 から 754A 型が採用された。 電動車2両1ユニットに含まれる8台の種、電動機を直列に接続し、起動時には抵抗制御、起動終了後は分巻き替え時制御を行うものだった。1963年に入籍した、デハ7007以降では、設計変更を加えたアクフ H860 から 757A 型が採用された。日立車では、 MMCHTR-10A を採用、主電動機を4台2セットで低速時は、直列、高速時は、並列に接続していた。両車の制御機では弱め回事制御の方法が異なり、日立社の弱め回事は、主電動機の分巻回路に抵抗器を挿入する、ごく一般的な電動カム軸式だったが、東洋社の弱め回事はサーボモーターで駆動する境。 自調整器と呼ばれる、整流子系の可変抵抗器を使用する。マスコンハンドルの段数は、全車4段で統一されており、第1段目は、軌道、第2段目は、直列制御で統一されていたが、日立車の、第3段目は、自家並列制御なのに対して、東洋車は、直列制御弱め回自制御であり、第4段目も、同様に、日立車が、 自家並列制御弱め開示で、東洋車は直列制御弱め開示である。特に第3弾目が大きく異なるのは、東洋車の前回自定格速度が時速 28km と低かったことによる。また、日立車は第3弾以上、東洋車は第2弾以上で弱め開示制御のノッチも脅しが可能である。なお、マスコンハンドルは、 A 段3000系や頭部2000系と同様、跳ね上げデッドマン式である。この後7200系まで採用される。その他電装品ブレーキ装置は6000系で、採用された、回生ブレーキ併用電磁直通空気式を引き続き、採用し、一つのブレーキハンドルで、電力回生ブレーキも操作できるようになっていたが、日比谷線内では、 電気ブレーキは発電ブレーキのみとすることが乗り入れ協定で定められていたことから日比谷線内では回生ブレーキは使用せず空気ブレーキのみが使用され中目黒駅で切り替えが行われていたパンタグラフは東洋電気製造の PT43B 型を採用したスリータは東横線では長年にわたってカーボン製が使われていたが A 段日比谷線への乗り入れに際し、合体河川の摩耗を防ぐために、東横線に在籍していた全車が、カーボン製から、ブロイメット製に交換された。電動発電機は、東洋車では、TDK381A 型を、日立車では、HG-533JRB 型を、採用した。空気圧縮機は m h z 8 0 c 1 0型を、採用したが、 東横線や電源都市線などの駅間距離の関係から容量を適正化するため MHz80C 線型を3000系に移した上で CM515A-1HB1500D 型及び D1215HS20G に換装した制御機が変更されたデハ7007以降の東洋車のみを乗り入れた用車とすることになり デハ7007デハ7022及びデハ7025デハ7032乗り入れに必要な WS、ATC というドー無線が1964年に取り付けられた。照明は40ワットの蛍光灯を1両あたり16本装着し、照度の向上を図ったほか、6000系に装備された蛍光灯カバーは装着されず、星の合理化にもつながった。暖房装置は、 電圧 250V750W の電熱器を座席下に並べる方式とした。発熱体の長さは1個あたり1.5メートルで座席のどこでも同等の暖房効果を得られるようになった。座席のモケットは円磁色で新たにステンレス製のパイプを設置した。側窓は最初に製造された三辺成のみ上下の窓を鶴べ式につないだ上段加工。 下段上昇式で乗り入れ協定の側窓の開放寸法は 150mm 以内か、または保護棒を設ける場合は、下より150、100mm のピッチを標準とするとの規定に従い、外側に保護棒をつけていた。この三編成はいずれも乗り入れ運用には充当されなかったが、鶴瓶式の構造は保守管理に難があることから、 1978年から1983年にかけて施行された、車体更新時に、上段加工、下段固定式に改造されている。それ以外の車両はすべて一般的な上段加工、下段上昇式での落成となったが、下窓の開口幅が 140mm となったことから、保護棒は設置されていない。 地下鉄線内を走行する際の騒音を防ぐため、床面にはトラップドアが設けられなかった。冷房装置の搭載は想定されておらず、7000系としての冷房化は行われなかった。屋根状の通風機は側面に通風口がある、バッド車特有の形状で、陶器は開口部に蓋がされていた。車内側は1982年から1984年頃に、 ファンデリアから扇風機に乾燥されている。デハ7001、デハ7 0十1 8よびデハ7101、デハ7106に対し、1978年から1983年にかけて、ドアと戦術の側窓の更新、内装板の張り替えをはじめとする更新工事が施行された。一両あたりの価格は、 在来の車両よりも7から8%ほど高額になったが、塗装工程が不要になることから重要部、全般検査では1回1両あたり30万円、前後の費用削減になるなどのランニングコスト削減を通じ、概ね3から4年程度で回収できるとされた。また、外販の更新費用もゼロに抑えることができた。塗装工程の廃止は、 車両の検査期間を短縮に貢献し、後に東急の全車両がステンレス製車両となった時点で工場の塗装部門が廃止され、作業環境の向上も達成した。本系列は全車電動車で、デハ7000型とデハ7100系の2形式で構成される。形式にかかわらず、奇数番号の車両と、 偶数番号の車両で2両1ユニットを組み、偶数番号の車両に、パンタグラフと、主制御機が、奇数番号の車両に、電動発電機や空気圧縮機などの補機が、搭載された。東洋車、日立車の最終的な製造数及び内容は、下記の通りである。このうち、デハ7003、デハ7042とデハ7103、デハ7168の、 K106 両は、新宅車両として製造され、三井新宅銀行、または、三菱新宅銀行の新宅車両である旨を記した、名板が、車内に設置されていた。下表は、全車両の春光年と伝送品メーカー、他形式へ改造、または他社に譲渡された、時期の対象表である。は、先頭車同士の連結部を、対はそれ以外を示す。 1985年4月時点の、編成表東横線渋谷、桜木町大井町線大井町出店、最後まで、メカマ線に残った原型の7000系目黒、鎌田最後まで在籍していた原型の7000系、長津田、子供の国出店、玉川を渡る、日比谷線直通運用車。赤帯付きで、東横線を走った時期は長くなかった。 最初の編成は1962年1月25日に、竣工した4両編成であり、編成は、東横線の渋谷方から順に7001710271017002であった。1月27日には、東横線の渋谷、元住吉間で、試乗会が行われ、国鉄や、私鉄関係者が多く参加した。しばらくは、 東横線向けに増備が進められていたが、1965年9月以降に入籍した車両の一部は、田園都市線に配置されることになり、東横線からの転属分と合わせて36両が1966年4月1日の溝の口長津田間開業時に営業運転を開始し、そのうち音量編成1本が、宿賀列車として装飾を施されて走行した。 当時は3000系列や5200系、6000系も営業運転を行っており、いずれも分割できる編成は、詐欺沼駅で分割される、大井町長津田間の直通運転に、分割できない編成は、大井町梶ヶ谷や、西新地前間の運用に使用されていた。同線で、快速列車に使用される際は、赤字に白文字で、快速と記された。 種別表示板を先頭部に取り付けて運行した。東横線では、主電動機の出力が、比較的、大きい日立車が高速性能に優れていたことから、急行列車は、日立車を中心に運用され、7200系、6000系、8000系と同様に、急行運用では、急行と書かれた赤色の種別表示板を取り付けて、運行していた。 1964年4月1日のダイヤ改正以降は6両編成の急行列車が運転されることになり、本系列6連9本が中心となって運用された。乗り入れ対応工事が施行された車両は、1964年8月29日に日比谷線との相互直通運転を開始した。関係各社の協議の中で、相互直通は、 英団と東部及び英団と東急それぞれの間に限ることという合意があったことから直通列車の運転区間は日吉北千住間とされ初日には本系列が祝賀列車として装飾を施されて運行された当初の乗り入れ協定では 最大連結量数は6両としていたが、輸送力増強のために1969年から1971年にかけて、北千住かや場長官の各駅を8両編成対応にする工事などを施行し、1971年5月31日のダイヤ改正で全列車8両編成での運転が始まった。1978年3月からは青字に、 白文字で、日比谷線直通と記されたサボが、側面に取り付けられた。本系列は、日比谷線開業後も渋谷発着の運用にも、充当された。1988年8月9日より、日吉駅改良工事に伴い、日比谷線直通列車はこれまでの日吉から菊名まで、区間が延伸された。その後、田園都市線の五両編成化に際して、 本系列は五両編成は蘇生できないこと。さらに1977年4月7日の新玉川、線開業以降は、同線経由で、半蔵門線に乗り入れる、田園都市線の輸送力増強が必要になったことから、八0系に変わられる形で、東横線への転属が進み、1980年と1981年には8連16本と6連1本に、蘇生され、 134両すべてが東横線に集められた。6連は東洋車4両と日立車2両の根結であった。翌1982年から大井町線と解消されていた大井町二子玉川沿間の6両編成運転開始に伴い再び同線へ一部が転属、1986年には78両となって、 東横線の56両を上回ったが、1988年から行われた7 7 0 0系の改造や1989年3月に4両、編成化された木カバの線への転属で、同区間の運用を終了した。1988年の春から夏にかけて、7 2 0 0系、7 6 0 0系、7 7 0 0系、8 0 0 0系とともに、 先頭車の前面に赤帯が施された。東横線では本系列に変わる日比谷線乗り入れ用車両として製造された線形が1988年12月26日に営業運転を開始し直通運用からも順次外れ1991年6月3日朝方の営業運転で直通運用を終了した。 なお、メカマ線では1989年3月18日に、旧3000系列が営業運転を退いたことに伴い、翌日から、同線は3両編成から4両編成運転とされ、また、運用車両として、本系列と7700系が配置された。この時点で、メカマ線には、本系列4両編成7本と7700系4両、 編成10本が配置された。その後、7 7 0 0系への改造の進行と1991年9月からの 1000NK の投入の開始により、1991年9月21日をもって最後までメカマ線で運用されていた編成が営業運転を終了した。1991年8月25日には、 スタンプラリー号として7,061回を使用して、さよなら運転が行われ、渋谷桜木長官を2往復した。先頭車には、スタンプラリー号7000系ありがとうのヘッドマークが掲出された。子供の国船専用編成1989年1月26日に、子供の国船がワンマン運転化され、 7057から7052の2両編成に対応工事が施されて、同線専用となった。この2両は、ワンマン改造に加え、運転台のワンハンドルが、テープによる、放送装置の設置などを行った上で、子供の国のマークを掲出し、赤、青、緑の装飾が施されて、営業運転に充当された。 子供の国線の通勤線化に伴って1999年7月31日に横浜高速鉄道 y 0 0 0系に置き換えられて営業運転を終了しその後2000年3月20日にさよなら運転として詐欺沼中央臨館館をに往復したこの二両は本系列で最後まで東急線に在籍していた車両であり同時に東急の鉄道専用として 最後の比例傍車でもあった。ここでは、1960年代に、東急の車席のままた車線を走行した事例についてまとめる。7700系改造された、車両以外はすべて他の鉄道事業者などへ譲渡された。で波7100型には、秩父鉄道に譲渡された8両と福島交通に譲渡された2両を除き、東横車両で、 戦闘車化工事が施行された、上渡後の処遇などは、各記事を参照のこと。ありがとうございます。